チャブ。こんにちは。はい。さあ豊さん、はい、まあ、豊さんももう動画で出されてますけれども、ヤクルトの村上選手が最年少でホームラン。はい、清原選手抜きました。清原参加、うん、なので今日はその記録を抜いたと記録を今まで持っていた清原さんと現村上選手のちょっと比較をしたいなと。もう単純に言えば右と左の違いだよね。まあまあそこはもう違いますよ ね。共通点がよくあるんだよ。あ、共通点。共通点の方が多いというかさ。まずじゃあその共通点。共通点はやっぱ広角にホームランが打てるということだよね。はい。ということはイコール率も残せてくるっていうことだよ。はい。それと若くしての4番。そうですね、うん、清原さんも、うん、高校から卒業してすぐに、まあすぐじゃないんだ、すぐじゃなかったけど、まあほとんどすぐ打ったよね、4番を、うんうん、でもあの黄金時代の西武の4番を高校出てすぐ任されるんだから、うん、そりゃすごかったよね。そうですよね、うん、それと2人ともチームの犠牲になれるという、犠牲的精神があるという。そのまあ自分の記録とか。そうそう。だって清原ってランナーセカンドに置いて右打ちしてたからね。4番で、はい、ここは返しに行くよりも右打ちで進塁打打っといた方がいいと。はい。やっぱりこう村上も同じような共通点があるんだよ、そういう意味では。うん。それとやっぱ二人とも負けず嫌いだな。それってどんなとこから見て取れます？やっぱり負けず嫌いだなっていうのは。清原の場合はデッドボールの数だよね。多いですもん、歴代ですもんね。歴代だもん。だからそういう意味ではやっぱもう避けないというさ。はい。うん。で村上はやっぱこうベンチにいる姿から伺い知ることができるよね。はい。誰よりも声を出して誰よりも真剣に喜び怒りを表してるという、うん、まあそれからこうなんていうの、伺い知れることはさ、やっぱもう負けず嫌いっていうことはもう分かるよね。そうですね、確かに。だからすごいよ、やっぱ彼らの精神状態っていうのは、野球やってる時は。そうですね、うん、あと例えば球場の広さ的なことだったりとか、うん、そういうのはどうです？どっちが不利だったとか、どっちが有利だとかあるんですか？共通点だったりとか。まあ彼らのパワーを持ってすれば、うん、もうそれは誤差にしか過ぎないよね。作り的には西武の方が、はい、若干狭いかもわからないよね。あ、そうなんですね。若干狭いかもなんで、まあ神宮の方が若干広いかもわからない、うん、ただ清原が最初やってる頃っていうのはやっぱ統一球みたいな感じで、はい、ボールが飛ばなかったよね。あの時代ってそうなんですか？飛ばない。あ、だからいわゆる豊さんの時代ですよね。そうそう、飛ばないよ。その分球場が狭かったっていうことはあるけど、はい、まあ今は飛ぶにしてもさ、うん、球場が広くなってるでしょ、はい、だからまあ 50-50 かなとは思うけどね、うん、思うけど、まあ、100号最速っていうのはすごいよね、うん、清原は1年目で31かな、うん、5打って、はい、3分の1打ってるわけだからさ、そこでまあ大体ね、まあ、そうですよね、大体。でも村上の場合は1本しか打ってない、1年目。1年目、はい、うん、ね、そっからの3年間で追いついて抜かしたということでしょ、はい、で清原は31本打ったことによってマークが厳しくなるよね、はい、だそれをこうかいくぐっていって2人とも100号に、うん、まあ、達したという、まあ100号ってたくさんいるんだけどさ、はい、でも最速でまず清原が最速記録を抜いて、うん、今年村上が抜いていったという、やっぱすごいな。いやいや、すごいよ。怪物ですよね。確かに。でもなんか清原さんってそもそも高校からそのプロに入ってきた時って体とかちょっと細身というか、いや、あんなにがっしりはしてなかったですよね。ああ、でもパワーあったよね。やっぱしっかりしてた。そのがっちりしてる今っていうか、うん、はい、何年か後にはね、うん、したけど。あの頃はパワー&キレがあったから。あ、キレはそうですね、清原さん。だからもう果てしなく飛んでたよね。キレキレでしたもんね。だから村上も同じようなことが言えるよね。 あと、うん、例えばそのスイング比較だったりとか、どんな球を持っていけるとか、うん、そういうのを比較した場合ってそれぞれの特徴とかってあるんですか？2人とも変化球が打つのうまい。
あ、ストレート変化球、うん、あのまっすぐの速いボールインサイドは弱かったね、2人ともね。あ、それ共通点なんですね。共通点、うん、だけど変化球だって高校の時なんかまっすぐでバカみたいに勝負してくれるやつなんかいないよ大体かわそうとされてるからそこは上手くなるよね、はい、だからそういう意味ではお互いの共通点っていうのは、まあ、変化球打ちが上手いよ。まあ筒香にしたってそうだったけどね、はい、変化球打ち半速球っていうのは抜群のうまさがあるよ、うん、だからこの2人にもあの共通点としたら、うん、あの半速球にはめちゃくちゃ強い、強い、うん、ただね、はい、清原はもう慣れ死んだファーストで4番を打ってたでしょ、はい、ポジションがほとんど固定、うん、ね、あの大体ファースト、高校から慣れ死んだファーストで4番を打った。村上はキャッチャー出身なんだよ。あ、そうなんですね、うん、それを1年目ファームでサードにやらず内野手にするって一生懸命鍛えながらチャンスがあって上に上げて1本打ったけど、はい、でまたそれからファームに落ちて、うん、っていうんでサードの確立をしてきたんだよね、はい、そのポジション変更に伴うやっぱこう時間とやっぱ守っててのプレッシャーを考えた時にやっぱ村上ってよく努力したなと思うよね。そうですね、スタートが違いますもんね。もいや、キャッチャーで100本打ったってこれもすごいことだと思うんだけど、はい、やっぱポジションが変わってさ、あんまりやったことのないサードをね、はい、やってそれでなおかつ打ちながら、うん、その守備も成長してきたっていうのがさ、やっぱ彼のやっぱ努力の賜物だよね。すごいですね。すごいすごい。今はもう上手くなっちゃってさ。いや本当そうですよね。面白くないんだよ最初面白いプレー見せてくれてたんだけどさ、はい、立派になったね、サードとして。あと顔つきも、いやね、あのね、はい、熊本出身でしょ、はい、で俺の大学の先輩が向こうで野球を教えてるわけね、はい、でそこの生徒だったわけ村上が、はい、で大学の恩師が亡くなった時に村上がね、うん、なんかこうつながりが多分できてたと思うんだよ。うん、プロに行かなかったらここの大学に行っていう、はい、そこの一つだったと思うんだけど、亡くなられて俺が行く時にもしあれだったらあの村上に声をかけてやってくれ、はい、なんでですかって言ったら、うん、いや行ける時間があったら行きたいと、うん、ね、でそれは誰からなのって聞いたら、いや村上本人からそういう連絡が来たと、はい、だからねすごいこうなんていうの、律儀というかさ、そういう性格も持ち合わせてるんだよね。なんかやんちゃそうでしょ、金太郎さんみたいにそうですね、ちょっと風貌は、うん、いやだけど金太郎さんだけど、はい、すごい厳しく育ってるんだよね、お父さんに。そうなんですね、うん、だからご飯なんかもうご飯粒一つのボスなんとか正座で食えとかさ、はい、もう本当にしっかり筋を通して育ってきた人間だから、はい、やっぱ相当なこう意志の強さっていうのは分かるんだよ、うんうん、この話は差し込んでいいのか分かんないけど、うん、岡本と村上がホームランと打点を争いして、はい、誰しも岡本が打点を取ろうと、うん、取るというふうに思ってたかもわからない、はい、ホームラン王もね、うん、これひっくり返す可能性があるね。あ、村上選手が、うん、いや岡本の状態が今悪いっていうこともあるし、はい、チームの状態がちょっと悪いっていうこともあるよ、うん、だからなかなかこうね、うまく機能してないっていうこともある、うん、でも村上は自分が引っ張ってるっていう、はい、感じが受け取れる。うん、そうなってくるとやっぱ成績って上がってくるんだよね。そうですね、必然的に一緒にくっつってきますよね。で、だからこれひっくり返されるんじゃないかなと思ってさ、うん、岡本二冠は鉄板だみたいな感じでちょっと思われてたかも分かんないけど、うん、まあ、打点は とにかく鉄板だっていうふうに思ってたかも分からないけども、この動画撮ってる時点で4点だからね、もしかしたら、もうひっくり返ってる可能性だってもちろんあるんですからね。そうですよね、うん、だからチームの状態もいいしね。そうですね、うん、ちょっと話戻すんですけど、うん、じゃあ清原さんと村上選手でここは違うとかっていうとあります？やっぱ共通点の方がやっぱり多いんですか？ここは違うっていうのは、うん、当時の西武っていうのは、うん、まあ、バッティングのことじゃないよ、はい、石毛さんだとか、うん、ああいうチームリーダーがいたんだよ。ヤクルトも、まあ、青木とか
そういうチームリーダーがいるんだよね。だけど自分のチームにしてるよね、若いのに。若いのに、はい、そこがやっぱ違う。それ何なんですかね。そのやっぱ引っ張っていく力じゃないの。若いけれどもってことですよね。やっぱ清原はそうなりたいと思っても、うん、その当時は出る杭は打たれる時代だから、はい、ポン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 打たれてたから確かに周りがすごすぎましたからね、あの当時。あとはコロナの時期で節制ができてるっていうのがいいよね、うん、ああの外野をシャットアウトできる、うん、だから先輩だってさ清原とかね、うん、あちょっと清原連れてきてよとか言われるじゃない絶対に、はい、ね、うん、そしたらもう飲んでるよ銀座とかで、はい、ね、破天荒に、破天荒に、はい、ね、でも今コロナだからできないでしょ。それもできないですね、まあ、村上がやる性格かっていうのは分かんないけど、はい、うん、だけどそこら辺で野球に集中できていることは確かだよね。あ、だからそれもいいのかもしれない。それもいいのかも、うん、じゃあ今後こう、ね、2年3年4年5年となっていくに従ってどうです村上選手、清原さんもこう辿ってきた奇跡とか、どういうふうな奇跡を辿るんですかね、村上選手。人間って、金を握った時に性格って変わるんだよ、うんうんうん、で、人間性が出るんだよ、一番、はい、そこだなそこですか。そこで物が小さいのかでかいのかっていうのが分かる。あの村上選手がどうなのかっていうことだったりとかってことですよね。だから早く今年は給料が大幅アップだろうからいやそうですよ。そうだろ、はい、金を握るよ。でもまだまだ握るって大したことないだろ。1億ちょっとだろ。どうなんですかね、どのぐらいいくのか分かんないですけど侍もね今いくらもらってんのかね。まあ2億4000万ぐらいになる。人見になるよ、人見に郷ひろみさんの人見になる。2億4000万には多分なると思うんだよ。すごいな。まあ、でも大したことないから、志が俺は高いと思うから球界一にならないと納得しない男かもわかんないね、うん、そこまでは上り詰めるかもわかんないね。これどこかで清原さんのを抜いていくような形になりますかね、村上選手。俺は抜いていくと思う。あ、抜きますか、うん、じゃあもう本当に野球界にとってもこうね、でこう伝説に残るような球界の宝の4番、ね、ホームランバッターに、うん、そうだね、なってきますかね。でも清原のああいう記録があったから村上もね、うん、成長できたかもわからないし。そうですね、うん、だから清原もいいものを残してるしね、うん、最年少というね、はい、それにしてもだからこれからもどんどん記録塗り替えていきそうですね、いろんなものを。そうだね、うん、まあ頑張ってほしいと思うね。はい、はい。